ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの高橋みなみです。峯岸みなみです。小島春菜です。それではこちらのコーナーに行きましょう。ノースリーブの掟。はい、ノースリーブの規則、ノースリーブスの鉄の掟を2択で決めていくコーナーです。はい、はい、意見が割れた時は多数決になるのでしっかり説得してください、うん、さあ、ということでラジオネームタカニーからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ノースリーブスで映画を作るとしたら恋愛もの？学園もの？数はね、考えてる風で考えてる。考えてないよね、今ね。いろんな運を言ってる。これは、まあ。決めたよ。決めました。私も決めました。うん、決めた。それでは、いきます。ノースリーブスで映画を作るとしたら、恋愛ものの人。はい。はい、お、高橋峯岸。学園ものの人。はーい。私は。いや、これはやっぱ恋愛もの行った方がいいんじゃないですか。うん、なんか誰も、学園、学生じゃない。そうなんです、ね。もう無理があるよ、ね。全員だって先生だったら話いざこざになってる。先生なのこれ、役。だから学園もの生徒できないじゃん。うん、いや、まだギリいけるっしょ、どうにか。え？何に自信持ってんの？え？何学生？いやいや、だって考えてみ。え？まだ AKB で制服着てるじゃないの。だからそれが痛いって言ってんだよ。痛いって言って。いや、まだ今後の生活に支障を来たすわ。そうだよ、まだ生きるんだから。こういうイメージつけない方がいい。え、じゃあなんで、学園ものにゃにゃいいって言ったの？だって恋愛もの見たい？いや、いや、でもさ、今までマジスカとかやってきてるよ。需要誰が見たい？本当や、本当や。本当や。いや、見たいって。目が覚めちゃった。よく考えよう、考えよう。学園ものは一応マジスカでやってます。桜からの手紙もやってます。ソーロングもやってます。そう、恋愛ものやってません。まあ、確かに誰に需要があるかわからないが。誰やってないんだよ。需要がないから。何からやってない。まあね、特に私たちなんて。いや、しかも学園ものだったらさ、誰か生徒がすごい人出てきて。くれたりさ、うん、なんかいっぱい出てくれた。いやでも相手方で考えるね、恋愛ものも。ジョニー・デップ。ジョニー・デップ。すごすぎ。規模でけえな。すごすぎ。すごすぎわ。確かにね。恋愛もキモいね。キモいか？キモい。パクる？あの、私の、ね、恋愛できない理由みたいなやつ。ああ、三人。リュウクがやってた。あ、いいじゃん。三人でシェアハウスで、それぞれがなんかちょっと、タイプも違うしね。相手誰？相手誰？だってこれさ、多分ね、やっぱり、うちら一応アイドルやから、相手によっては、ものすごい批判を食らうと思うね、これ。そうね。うん。じゃ、ちょうどいい相手を。ちょうどいい。今から名前出てくる人めっちゃ失礼。それは失礼だから。ちょうどいい。だから芸人さんとかだったら、コント仕立てになるのかな。うん、まあ、なんかそれスペシャルドラマっぽいじゃないか。なんか、ブスの人見るみたいな感じ。そうそうそう。最近結婚した澤部さんとかだったらさ、なんかみんなが、微笑んで見れる。え、誰が澤部さん？私、だ、にゃにゃ、にゃにゃ。え、にゃにゃが澤部さん？にゃにゃ澤部さん。撮れた。にゃにゃ澤部さんかなと思った。わかった。私あれ、ドランクドラゴンの鈴木さん。あー。一回、一瞬にやらせてもらったことある。そっかそっか。え、私誰や？考えてあげる。考えてあげよう。誰かないかな。なんでちょっと笑ってんだよ、もう。加納栄光さん。似てる、似てる。顔がちょっと似てる。顔がちょっと似てるもおかしいだろ。兄弟の気になるか。お兄ちゃん。僕は髪型が似てる。いいじゃん。ダメよ。僕もそれダメだろ。ミスキャスティングすぎるわ。いいじゃん、いいじゃん。もう一つの僕にも。え、それ見たい？松潤さんと榮倉奈々さんがやってたやつで。スピンオフ。それコントやろって。それコントやろって。ダメだ、全然生えない。画面映えしないじゃん。視聴率取れねえな、これ。できたな。うん。はい、ということで、決まりました。はい。ノースリーブの掟。ノースリーブの掟。ノースリーブスで映画を作るとしたら。ノースリーブスで映画を作るとしたら。カーアクション。え？カーアクション。そんな話したっけ？したっけ？でもいろいろひっくり返った結果、カーアクションになってる。カーアクション？え？今の話。皆さん免許も取ってきてください。カノエコさんは。カノエコさんはプロの人としてれば。え？出ないの？出ないです。カーアクションね。ということで、絶対守るように。ノースリーブスの
週刊ノースリーブ。さあ今回は2013年最後の放送ということで、恒例の企画参りましょう。はい、ノースリーブ素敵2014年決意表明。イエーイ、もうこの時期か。はい、ということでね、2014年の決意目標を一人ずつ持ち時間1分で発表していきたいと思います。はい、2014年を有意義な年にするためにしっかり目標を立てていきましょう。まあ、ちなみにね、あの2013年の決意表明やったわけなんですけども、うん、こんな感じでした。私は交友関係を深める、自分のソロノースリーブス AKB の両立、 AKB のライブで私が一言も喋らないライブをしてみたい。できた？いやでもね、交友関係やっぱりすごい広がりました。広がったんですけど、そのご飯に行くっていうワンステップ踏めない自分がいるっていうね。だから、そこをまあ、今年は強調していきたいなって思うので。でも全然両立できてないじゃん。うん、それ以外何にもできてないよ。なんで、ノースリーブスどこ行ったんだよ。いや、知らねえよ。それはエピックに聞いてくれよ。自分のソロはやりましたね。ソロ1回出しましたよ。やりましたけど、はい、ノースリーブスがおろそかです。まあ、それはもうね。できてない。AKB のライブでも喋りまくる。そう。喋りまくり、しょうがないよ。全然なってないよ。全然私は。全然なってない。そうだな、まあいろいろあったよ今年もね。みーちゃんは新規一点月9女優になりたい。これは惜しかった。あと一歩だったんだけど、ね、あと一歩だったこれ、うん、惜しかった。そうだっけ。女に生まれたからには化粧水の CM をやりたい。歯磨き粉とかクリーンなイメージ。あ、どうしよう。あれやべえなこれ。1年でいろいろ変わったね。なんか真逆言っちゃってるけど、すげえな。あれなんか全然思い上がったで全然違ったな。あれいろいろあるね。いろいろあるね、1年でな。こんな風になると。ニャニャは？私は何か作りたい。うん、よくわかん、まあ何かしら作ったかな。なんか作った。フォトブックも作ってる。あ、そうかそうか。私は作ってるかわかんないけど。で、ジムに週3回行きます。これ現実的や。行った？行ってないです。ダメだな。週何？週0、ゼロ。ゼロ。この間、月ゼロって。3ヶ月ゼロ。2ヶ月1回。やべえ。でもまた行き始めてるから、今年は大丈夫。うん。おないな、うん、いやー全然思い通りに行かないね人生。ほんといかんな、うん、どうしよう、怖いわ逆に。もうちょっとさ、なんかもうちょっとちゃんとできそうなこと言うから。自分次第だからさ、うん、そうやな、思ってればねできなくはないはずなんだけど。それではノースリーブス的2014年決意表明に行きます。誰から行きましょう。はい、まあ早もがせでしょうね、これは。まあ、決まってないけど言ってもいい？どうぞ。ではまずは小島さん、うん、はい、小島春菜の2014年の決意を表明します。はい。じゃらら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 ら。尺取ってるから。そういう感じなの。あ、やばい。気になる気になる。やばいやばい。じゃーん！サラダを1日1回は食べる。え、何これ。好きにしてよ。やっぱり今年はなんか多分すごい栄養が偏ってたと思うんですよ、自分的に。だから野菜をいっぱい取るのと、あとジムに週2回行く。週 2？ 本当か、言ったらよ。いや、今の感じなら。週3はダメだったんでしょ。週 2？ 週1今のとこ、週1でいいんじゃないですか。いや、2回じゃないと絶対意味ないから、はい、週2行きます。そして、何かを作りたいんです。何を作るの？まあ、ファッションとか、まあ、やりたいんだけど、うん、なんだろう、何を作る？人望を作りたいです。おぉ。人望。収まったらしいよ。収まった。はい。なるほど。いや、でもなんか、まあ、達成できるところに行ったなって感じはしましたよね。うん。できそう。はい、じゃあ次。なんで、いや、みーちゃん最後だろ。いや、私行きますよ。いやいや、私やろ、これ先。おーい、ドン。マジかよ。いや、避けていこうかなって自分を。なんか多分、こいつ調子乗ってんなと思われたのか、うん、その真逆の道を行ってしまったので、はい、もう少し自分の手の届くところから行きたいなと思って。行きましょう行きましょう。やっぱ月9女優は高望みしすぎました。そうやな、そこはな、うん。そう。だから、なんか単館映画の、うん、なんかほんとちょっとの役でも何でもいいから、ちょっと演技をね、をしたい。女優。言ってるよね、うん、結構マジで。そう、演技したい。結構マジで言ってた。そういう話もあったんだけど、うん、なんかなくなっちゃったみたいな。あ、なくなったか、いや、わかんない。なんか、なくなっちゃったっぽくて。そうなのあれ？いや、わかんない。海外のやつでしょ。あるかないかもわかんないけど。海外からオファーが来たんですよ。海外からオファーが来たんですよ。すごいオファーが来たんですよ、みーちゃん。海外から。オファー、そうだよ。多分 YouTube 見て、なんだこいつって。そうだよ。違う。意志が強くてクレイジーな女を求めてたよ。いや、最高じゃん。もう、抜擢だね。だけどなんか、あ、あれちょっと待ってよ。まだ言いたいことある。ちょっと。
もういいや、じゃあ。え、で、なんだったっけ？だから。演技したことないから、あんまり。うん。ちょっとしてみたいのと、うん、なんか CM やってみたい。お、もうここで伝えとこう。誰か聞いてるかもしれないから。何がいいかな。もう時間過ぎてるんだけど、うん、何じゃあ。なんでもね、決まってないの。私、何がいいと思う CM。何ならやらせてもらえるかな。整髪料。整髪料今度こそ終わりです。いいなじゃあ私か、うん。はい、それでは高橋です。いや、まあね、私、割かし、何個か達成できたと思っております。どれどれ？まず、いろんな、こう、人脈というか、広げていくっていう意味では、いろんな人と本当にお友達になれた年だったんですよ。ご連絡を、こう、先を交換したりとかできたんですけど、やっぱりそっから先のね、深い友達になるためには、やっぱりご飯に行ったりとか、一緒にお出かけしたりとかね、しないといけないなと思うんですよね。どうしても一回行けばいいからっていう気持ちで、どうした？何笑ってる？どうした？どうしたんだよ。続けて。投げなっちゃえ。なんだよ。早く。あ、そう。そしてね、なんか早く喋る。早く喋るじゃん。喋ってるわ。喋ってるわ。早く言ってよ。長い前置きが。そう、まず、なんか結局だから、いろんな人とご飯に行きたい。っていうのと、あと、やっぱり、ライブで、ライブで一言も喋りたくないんだよ。私は一回ぐらい。いや、自分から喋ってるわけじゃないんだね。喋っちゃったんだね。いや、でもね、やっぱ心配になるわけよ。流れが悪かったりすると。もうさ、なんなんこれ。早く言えよ。ご飯行くくらい勝手にしてよ。そうだよ。でも、わりかしみんな近場の目標を立てたわけですから、うんうん、2014年はね。振り返った時にね。振り返った時にやりきったなと思えるようにしましょう。以上、ノースリーブ素敵2014年決意表明でした。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。まあ目標立てれましたからね、うん、大丈夫ですか？でも長引いてますね。長引いてますね、はい、ということで番組でラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。小島春菜のファッションブランド名ノースリーブの掟、小島春菜のしゃべりましょうシーズン2のテーマ、質問や番組の感想なども待っています。番組の携帯サイト裏側ノースリーブでは宇宙の話をノースリーブスがしています。すごい新しい新しいな、うん、そしてこの後深夜1時からは AKB48 のオールナイトニッポン、ぜひ聞いてください。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの高橋みなみと、峯岸みなみと、小島春菜でした。バイバイ。バイバイ。と、ここでお知らせ。え？なんと、2014年から放送時間が変わります。うん。今までは金曜日の24時40分からの20分でしたが、はい。来週から24時から24時20分までの放送となります。え、なんで？期間変わらない？すごいの？わかりません、なんか。増えてない。拡大とかじゃない。はい、増えてません。ただ、時間がちょっと早くなってる。それっていいことなの？いいやん。うん。なんかいい感じ。いい感じやんな。すごい。やったー。2014年すごいよ。好調だよ。さあ、ということで、まあね、2014年も皆さんノースリーブよろしくお願いいたします。お願いします。